清藤真二は日本の政治家、高知県高南市長、元高知県議会議員、元安町長、高知県高南市出身、父は安町議会議長を務めた清藤浩一、高知学芸高等学校を経て、1989年3月、立命館大学産業社会学部卒業、第一証券勤務後、1995年から、 山本雄二衆議院議員、福井寺市衆議院議員の秘書を務める。2003年、安町長に就任。2006年3月1日、安町は、赤岡町、鏡町、野市町、吉川村と合併し消滅。河南市が誕生する。2007年4月の高知県議会議員選挙に出馬し初当選。2011年、再選。いずれの選挙も、 無所属で当選した。2012年6月1日、仙洞吉弘港南市長が政治資金収支報告書の記載の誤りの責任を取り辞職。これに伴って7月15日に行われた市長選に民主党、自民党、公明党、社民党の推薦を受けて出馬し初当選。投票率は47.69%だった。2016年、 元副市長の山本学を僅差で破り再選を果たす。投票率は55.63%だった。2020年、無投票で参戦。ありがとうございます。